久保さんまあ確かに稼げるようになると行動範囲広がりますよね。まああとはやっぱ心のゆとりというかまあ今回まあ34、まあ、をね、えー、手放しましてまあまあ大きい金額入ってくるのでまあ、ちょっとねやっぱねあの少しまあ毎月僕商品売りますけどまあちょっ と作り込んだ商品ちょうど作れるなみたいなまあ時間をかけられるというかまあ新商品今まで既存の商品をキャンペーンすることが本当に多くてで新商品も作るんだけどもまあ作り込んだやつがなかったんでまあ2月に関してはその作り込んでねまあ1ヶ月ローンチして1ヶ月ぐらいもう2ヶ月ぐらいローンチしてでバーンみたいなねやろうかなっていうもう作り込むっていうねうんだからやっぱキャッシュフローが少しあるとね まあそれもそれで、あの、なんだ、できないことが、今までできなかったことができるかなっていうところで、だから2月3月はちょっと新商品、力入れて、まあコンテンツ作り込んで、えー、長いローンチをね、<laughs> 1ヶ月間ぐらいローンチして <laughs>、1日でバーンって売り切るっていうのをやろうかなと思ってますね。うん。まあ今回僕の、あの、17年ぐらいやってきた集大成を、R の思考っていうね、 新商品を作ろうと思うんですよ。R の思考っていう。で、思考の階層、階層1、階層2みたいな感じで、まあ、どん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 深くなっていくっていうような、まあ、もう構成は頭の中にあるんで、まああとはそれを形にしていくだけなんで、まあそれをちょっとやる予定ですね。うん。やっぱ稼,い稼ぐと、まあ稼いで、ね、堕落していく人もいて、稼いでやめ,やめちゃう人もいるんだけど、僕とか久保さんの場合は稼いで稼い、稼げば稼ぐほど、 もっとできるっていうね。な <laughs> んなんでしょうね。い <laughs> ってらっしゃい。